せ、オーペナルティ。あの変な速攻来るぞ。短すぎた。飛びすぎた。おい、あいつら今日どうした。大丈夫か。くそ。あ、僕もう上がるので失礼します。何？ブロックなしでスパイク練習しても意味ないんだよ。頼むよ。なんで僕なんですか、袋谷の人。こいつ全国で5本の指に入るくらいのスパイカーだから練習になると思うよ。ふん、3本の指にはギリギリ入れないですかね。どんまい。落とすくらいなら上げないでください。おいパン、おいパン、おいパン。ストレート。賢くかつ冷静。でもしゃー、1枚ブロックに勝っただけっすよ。うっすーの。いくぜ。やっぱメガネ君さ、読みはいいんだけどこう弱々しいんだよな、ブロックが。腕とかポッキリ折れそうで心配になる。ガッと止めないと。ガッと。僕まだ若くて発展途上なんですよ。筋力も身長もまだまだこれからなんで。弱さ、お前って最強。へへへ。おや、おやおや、おやおやおや。全国への出場はできたとしても優勝は難しいですよね。可能じゃねえだろ。まあまあ聞きましょうよ、家庭の話でしょ。ただの部活って。なんか人の名前っぽいな。おお、ただ信勝くんか。いや待て、ちげえよ、たかが部活だよ。あー、そうか、人名になんねえ。惜しかった。くそ。たあ、メガネくんさ。月島です。月島くんさ、バレーボール楽しい？いや、特には。それはさ、下手くそだからじゃない？俺は3年で全国にも行ってるし、お前より上手い。断然上手い。言われなくても。でも、バレーが楽しいと思うようになったのは最近だ。くそ悔しくてストレート練習しまくった。その一本で俺の時代来たーくらいの気分だったね。将来がどうだとか、次の試合で勝てるかどうかとか、とまずどうでもいい。やつぶっ潰すことと、自分の力が 120% 発揮された。それはわかんねえけど、間違ってはないと思う。ただ、その瞬間が来たら、俺がお前がバレーにハマる瞬間だ。はい、質問答えたからブロック飛んでね。はいはい、急いで急いで。フェイト。ボクトさん今逃げましたね。逃げたんじゃねえ、避けたんだ。上手に避けたの。油断だーん。もう、はいはい、すいませんでした。お、ツキ、今日は仲間連れか。はい。俺も入れてください。イエフ。お、ひなた。あの、これすげえバランス悪くないっすか。うお、めでしい。今日もでけえな、一年のくせに。もう一回だ。いいトスよこせよ、カシ。きつー。へいへいへい。今のわざとですか。ロックの手に軽く当てたやつ。おお、リバウンドだ。リバウンド、かっけえ。そうか、そうか。されることもよくあるけどな。ボクトさんよくありますよね。赤足、今はそんなことないっていうところ。床に叩きつけるだけがスパイクじゃない。落ち着いていれば。そんなことないですよ、ボクトさん。赤足、大騒ぎ。赤足ナイス。そんな正確に打てない。190センチのブロックかける3枚だぞ。しかもあんな打ちづらいだぜ。よく打った、俺は感動した。俺が必殺技を授けよう。必殺技。明石、次どこと。カラスノです。カラスノか。一本止めてみせろ。さあ、痛
や、博士、ね、今の俺の超インナースパイク見た？見ました。すごいですね。マグレだけど。僕とうるせえな。レイントマト。ボクトさんが教えたんじゃないですか。もうあいつらには一点もやんねえぜ。一点もやらないのは無理だと思います。赤足たまには乗ってきて。くすー、チビちゃんめ。なあ赤足、今のそんなすげえの？俺たちもやれる？あれはお手本にしちゃいけないもんですよ。へいへいへい、飲まれるんじゃねえぜお前ら。へいへいへい、しゃあ行くぞら。よこせ、一本で切ってやる。ボクトさん、あ、俺お願いします。しゃあ、お、来た赤字。今日はもう俺にあげんな。出た、ボクトしょぼくれモード。わかりました。え、じゃああげない間に落ち着いてくださいね。そしてボクトさんは打ちたくてそわそわした。よっ、エース。かっこいいね。やっぱ最後はエースですな。やっぱり俺最強。ヘイ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 。ボクトさん、お、本番では負けません。受けて立つぜ。うん、春高の前にまずはお肉争奪戦だぜ、日向。ああ、研磨のやつだ。ボクトてめえ、横取りすんじゃねえこの野郎。全国で5本の指、すげえ。だろう、だろう。男の牛若は3本の指に入ってくるやつだぜ。3本？おい、そんなこと言ったら俺が貸すんじゃ。3本ってことはあと2人いるってことっすか。この4ヶ月またペナルティ好きなのかな。へいへいへい、休憩中。練習しようぜ。結構なクセ者たちに揉まれてきたんでね。よくわかんないけどお疲れ。たまには目立たせていただきます。まだ一本ぽっちだ。片一方の調子が著しくいい場合。俺いつもクロスってどう打ってたっけ。消えちゃった。こいつ地球ベーシー。